色丹島に本社登録があるロシアの旅行会社ボストークツアーの旅客船が午前9時ごろ小樽港に入港しました。ボストークツアーは先月石川県七尾市への定期船を就航させましたが、日本側で否定的な見方が広がったため急遽目的地を小樽に変更しました。港ではロシア人と見られる乗客が荷物を抱えて下船する様子も見られました。ボストークツアーはウラジオストクと小樽を結ぶ定期船を12月まで週1回合計6往復運航する計画で、次の便は今月20日に小樽港に到着する予定です。